レオンハルト・フライヘルフォン・ホーエンハウゼン・ウンと、ホーホハウスは、バイエルン王国の軍人。最終階級は、騎兵大将。バイエルン王大使マクシメリアン2世紀の家庭教師を、務めていたことがある。1788年6月28日、ヨハンネ・ネッポムク・フライヘルフォン・ホーエンハウゼンと、マリアンナ・フライン・フォン・ビットルフの間に生まれた。おじに、 陸軍少将,将シルビウス・マクシミリアン・フォン・ホーエンハウゼンがいる。バイエルン王国陸軍に入隊したレオンハルトは、1805年から1815年までナポレオン戦争に従軍した。1839年には、巡将、ついで少将,将に昇進し、1847年には、バイエルン国王ルートビヒ一世の下で、陸軍大臣に就任している。その後、中将へ昇進。 師団長や王室子の得体などを歴任した後、1867年に、騎兵大将へ昇進した。1861年4月27日、アウクスブルクから名誉市民権を得た。1872年3月25日に、ミュンヘンで死去。遺体は、旧南墓地に埋葬された。レオンハルトは生涯で三度結婚した。 一人目の妻マグダレナとの間には娘を一人、二人目の妻アンナとの間には娘を五人、息子を一人設けている。三人目の妻ビルヘルミネとの間に子は生まれなかった。ホヘンハウセン、レオンハルト・フライハル・フォン、ハウス・オブ・ザ・バーバリアン・ヒストリー、ホヘンハウセン、ピアラ・ア・エス・ユニバーサル、レクシコン、ボリューム8、アルテンブルク、1859、 ピアニッシ四百455から456、オノラディ・シチズンズ・オブ・アウクズバーグ、マンフレット・ベルガー、ホヘンハウセン・ウント・ホッチハウス、マリエ・アンナ・レオンティン・キャロリン・マグダレーナ・フレン・フォン、イン、バイオグラフィスチ、ビブリオグラフィスチズ・カルトリグジコン、バンド24、ボーツ、ノルトハウス2005、ISBN3 から883092479、SP、851-857、 ありがとうございます。